改めまして、声優をやっており、こうしてアーティストの活動をさせていただいております高橋理恵と申します。本日はちょっとね、限られた時間ですけれども、どの曲も本当に時間をかけて作った大事な思いのこもった曲です。考えるのは終わった後に、あの曲のあそこ良かったなって思い返すの後ででいいんで、とりあえず今日は楽しんでいってください。潰すため目的もなく本屋に入った。考えなしにブラブラ店内を歩いている私の目に入ったのは、小さい頃何度も読んだあの絵本。最悪、こんな気分の日に限って出会っちゃうなんて。和の外へ出るのが怖い、私はごまかして逃げて、いざ抱えてたんです。無謀なのは最悪の承知、はったりの周知なきあったのたち、おままごとじゃない、まだ序盤じゃない、見未来ことない、黙らせようじゃない、立ち上がるもんないや、見えないからミスレイヤー、大逆転で火災が骨身に染みるわ、不幸以外じゃもう生きていけないくらい、全て出し切る、聞こえますか。あなたが知っている結末に向かって、私が何を選んで何を決断したのか、そしてどうやって生きたのか、私の近くで見守っていて。もちろん支えなきゃとか何とかしなきゃって思わなくていいから、私のことをただ近くで見ていてくれる。でまた存在証明、私なんだ、全身全霊叫んでもわからないことだらけの面接反応もいいじゃない。共感されなくてもいいじゃない、一人も運がつさが、逆境もいつかはいいじゃん、いいじゃん、勝手になんだって、決定に気を命一つ限り、一瞬一瞬かけがえない、乾杯。あたし自分が圧倒的に強いの、何の存在も全部に映るの、